それでは立徳神事幹事長代行の定例記者会見、今から始めさせていただきます。冒頭代行からご発言がございます。はい、ご苦労様でございます。皆様ご存知のように、今日午前中から午後にかけまして内閣改造が行われました。今回の内閣改造は通常国会に臨むにあたりまして、元総理の大きな3つの柱であります復旧復興、そして経済の再生などなど、しっかりとした課題に全力で取り組んでいく体制をより強化をする目的で行われたと、そのように認識をいたしております。内容につきましてはもう皆様方ご存知の通りでありますので、今この場で私がご報告する必要もないかと思います。そしてこの平野国対前国対委員長が文部科学大臣に任命を受けると、この状況を受けまして、総理の方から城島幹事長代理に対しまして国対委員長をするようにという指示があり、総理、党の代表でありますから代表の選任が幹事長と協議の上行われたと、こういうことでございます。よってこの党規約に基づきまして代表選任を受けた国対委員長として今後党大会で承認を得るという手続きに入ってまいりたいと考えております。また国対の国会対策の人事等々につきましては新委員長に内定をしております城島委員長にお任せをしているところであります。また幹事長室といたしましては幹事長代理の後任に鈴木勝正筆頭副幹事長にご就任をいただく、そしてその鈴木筆頭がされておられた筆頭副幹事長には松井参議院議員になっていただくと、こういう方向で今行っております。また今司会をいただいております日高、そして阿久津亮総括副幹事長にはそのまま従来通り立場でご活動をいただくと、こういう方針でございます。以上私の方から冒頭のご報告を申し上げさせていただいてご質問いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは挙手の上会社名そして、お名前をおっしゃっていただいた上で、ご質問お願いします。なお一問一答でお願いをいつも通りできればと思います。どうぞ。産経新聞村上と言います。はい、今回 の内閣改造の目玉は岡田さんの起用だったと思いますけれども、岡田さんにつきましては小沢グループからですね、反小沢の急先鋒だといった声も上がっておりますけれども、そういった岡田さんが閣内に入ることによりまして、これは前途一致してですね、これ党内融和を図っていけるのかという懸念があるんですが、そのあたりは先生はどのようにお考えでしょうか。その意見はマスコミの皆さんがいろいろとおっしゃっているというふうに認識を、いろいろご心配をいただいているように認識をいただいておりますが、私としましては党内的には何ら乱れることなくこれまで通りきちっとした体制で取り組んでいくことができると、このように確信をいたしております。それについてはベストの人選ではないかと考えております。どうぞ。なければこれで終わりましょうか。はいはい、どうぞ。北海道新聞の小川です。はい、鈴木勝正筆頭副幹事長の代理への起用、はい、この理由とですね、あとその新体制 の, ポ, あのポイントというかですね、どういうところに配慮されてこういう人事になったんでしょうか。
ポイントはですね、これまで、筆頭部幹事長として、まさに幹事長室のまさに切り盛りをですね、中心的にやっていただいたということがございますので、そのままより一層これまでの全体の経緯、これまでの流れというものを一番よくご存知の方でありますので、そのままさらにパワーアップして幹事長室をお支えをいただくというのが基本的な考え方であります。もう一つ、何で新体制の新しい幹事長室といいましても、基本的に変更ございませんので、これまで従来通りの方針でやっていくと。ただもう一つの方針は、城島幹事長代理が国対委員長になられましたので、これまで以上に、国対と幹事長室の連携を深めていって、一体的な党運営をより一層充実をしていくと、こういう新たな決意でございます。どうぞ。京都通信の一ノ瀬です。今おっしゃいましたの人事の関連なんですが、まず一つは鈴木新代理 分担なんですけども、懸案 の選挙制度問題、定数削減とかですね、一票の格差、これは代行と、城島代理の方で中心となった協議などをなさっていたと思うんですが、これはそのまま鈴木、新代理に引き継がれると、そのような認識でよろしいんでしょうか。政治改革本部の話ですか。政治改革本部の人選につきましては、ちょっとこれから検討いたしますが、今度城島新国対委員長と相談をしながら進めてまいりますけれども、当然、各党協議の中で法案の問題が当然絡むわけでありますから、国対委員長がですね、例えば政治改革本部の幹部を兼ねられるということは何ら不思議ではなかろうというふうに考えておりますが、よく相談して決めてまいりたいと。ですから、国対委員長が全くこの問題からもう違うよと離れるという認識を私は持っておりません。どうぞ。すみません、共同通信一ノ瀬です。同じく人事関連なんですが、松井総括副幹事長が筆頭副幹事長に昇格されますと、今度総括副幹事長が一人減ることになりますが、そこは誰か新しく任命されることになるんでしょうか。今後こういう、急遽バタバタとこう来ておりますので、党大会が月曜日に迫っておりますので、その後ですね、しっかりとした話し合いをして検討をしてまいりたいと考えております。どうぞ。すいません、 NHK の長谷川と申します。代行から今回 その新内閣の顔ぶれを見て、どのような印象を持たれていますでしょうか。それぞれですね、得意な分野というものを、それぞれ議員はお持ちでありますが、そういったものをしっかり考慮しながら、何て言いますか、当初の総理の方針通り、より体制強化につながった顔ぶれであるというふうに私は認識をしております。どうぞ。毎日の青木と申します。総理からですね、城島さんを国対委員長代理、国対委員長に任命するようにという指示を受けたということですが、その際に理由やですね、こういうふうにしてほしいという話は総理からあったんでしょうか。いや、総理から受けたとは申し上げておりませんで、総理からそういう選任があったと、城島新国対委員長を代表の方から城島先生ご本人に指示をしたと、
で我々も指示を受けたということであります。どうぞ。すみません、共同通信一ノ瀬です。引き続き幹事長室人事の件なんですが、新しい鈴木幹事長代理は以前からの陳情の件を中心になってですね、ずっと一貫してやっておられましたが、これは代理になりましても陳情の件は鈴木さんが中心となってされるという、これ役割の方は変更ないと考えてよろしいんでしょうか。当然ですね、代理になられますので全体幹事長室全体をですね、しっかり取りまとめていただくという役割が中心になろうかと思います。で、陳情対応につきましてはこれまでも日高、阿久津それぞれ総括副幹事長中心にやっていただいておりましたので、さらにこのお二人にしっかりとやっていただくという体制になるのではないかと。また城島幹事長代理がこれまで政策部門との調整というものを、一つの役割としてになってきていただいたわけでありますが、その分野につきましては松井審議筆頭副幹事長に引き継ぐことになるであろうと、そう考えております。どうぞ。読売の池田です。改造を内閣改造によってですね、自民党など野党は幹事長会談に応じる姿勢を見せています。まだ幹事長会談開かれておりませんが、いつそれを開いてですね、今後どのようなスケジュール感を持って進めていこうとお考えなのかお願いします。それはですね、これから窓口が国対がですね、窓口といいますか国対委員長会談で申し上げさせていただいたということでありますから、今後城島新国対委員長の下で相談をしながら16日の党大会後速やかにその対応に入ってまいりたいと考えております。どうぞ。すみません、読売の池田です。今度は定数削減の問題についてお伺いしたいのですが、代行はご自身のパーティーの中でですね、80削減はこれは比例なんだという趣旨でおっしゃいましたけども、昨年末の素案でまとめたのは衆院の定数80減という比例というのをつけていなかったと思います。今後の方針というのは比例80減ということで進めていくということでよろしいんでしょうか。党大会が終わりましたら速やかに政治改革本部の役員会そして総会を開いて党の考え方をまとめていくと、最終的にまとめていくと、こういう作業に入ってまいりますので、その中で正式に決まっていくであろうと、そう考えております。どうぞ。読売の池田です。そうしますと現段階ではまだ比例なのか比例に限定したものなのかそうじゃないのかというのはまだ決まってないという、我が党のこれまでの方針は比例80減であるというのは我が党のこれまでからの方針であることはご存知の通りでありまして、それを変更するということを一切私どもは決めておりませんので、これまでの流れでいくと我々は比例80減というものをマニフェストにも歌い、そして党の方針としてきたということは過去の経緯としては真実、事実であります。どうぞ。重ね重ねで恐縮なんですが、そうしますと昨年末に比例という言葉を取ってですね、定数80削減とした意図がですね、なかなか国民にとって分かりづらいと思うんですが、その趣旨改めてというのと、改めてその趣旨について。だから定数
の中には比例も小選挙区も両方ありますから、より広い範疇で行ったということだというふうに認識しています。どうぞ。すみません、共同通信、千歳です。人事の件で改めて確認なんですが、今代行の方からの党大会で城島さんはじめ幹事長室のいずれの人事の承認をというふうにお話をされましたけれども、一連 の, その、党の人事、城島国対委員長それから鈴木さん、松井さんはじめ、これは16日でその役職に発令されると、16日の党大会をもって正式にその役職になると、そういう認識でよろしいんでしょうか。ですね、党の城島国対委員長は党の三役でありますから、党三役は代表が選任し大会において承認を受けると、こうなっておりますので、その規定に沿って行っているということであります。で、党大会に代わるものとして両院総会と、というものもあると、こう認識をしております。で、幹事長代理、それから筆頭副幹事長は党大会の承認、党大会での承認人事ではございませんので、それは党大会で承認されるものではかかるものではないという認識であります。共同通信の一ノ瀬です。そうしますと鈴木さん、松井さんについては 何日付けといいますか、何日からその新しいお役職で呼べばいいといいますか、なるんでしょうか。実態ですね、例えば私も何度かそういう狭間の時期にありましたが、皆さんもですね、総理のから選任が行われたときに、もう皆さん方は誰々がどういう役職だとこう報道されて、それ前提で進んで、これは選任があったからそれ進んで、まあ決して間違いではないんですが、承認は一応手続き上党大会を得ると、で党大会までの間もですね、もう新たな役職で皆やっておりますから、そういう認識であります。ですから少なくとももう選任はあったという認識に立っております。いかがですか。どうぞ。読売の池田です。たびたびすみません、定数削減についてお伺いしますが、従来の方針マニフェストで掲げた比例80削減というのであればですね、小選挙区については、5増9減だったら4減る形になるなどですね、今挙がっている3つの案の範囲の中でしか小選挙区は減らさないというお考えなのか、それともさらに深掘りをして減らしていくお考えがあるのか、そのあたりはいかがでしょうか。先ほども申し上げておりますように、我々は組織、政党も組織として運営をされておりますので、政治改革本部できちっとした決定をして、そしてものを前に進めると、こういうのが基本でありますので、その責任者である私がですね、私の意見、勝手な意見で前に進めるということは組織的に甚だ弊害が生じると、そう認識をしております。ですから私の意見がどうのこうのということを申し上げるのは適切でないと認識をしておりますので、すべては来週政治改革本部を開いて、そこでの皆さんのご意見を聞いて、決定をしていくと、こういうことでご了解いただきたいと思います。よろしくございますか。それでは最後どうぞ。産経新聞社村上ですけど、今回発足しました改造内閣なんですが、代行は命名するとすれば何内閣と一言で。そういう命名はですね、総理は大変お得意でありまして、私はそこまで、あまり、まだ考えておりませんで、組閣を受けて、その後の
国対委員長の選任を受けて、今そのことを基づいての体制の整備に今の今までかかっておりましたので、こう私が勝手な内閣のネーミングをするのは適切ではないのではないかと。いや、これはですね、総理がですね、自らの思いの中でどういう内閣であるかということをはっきりと、まあ、今日夕刻も総理の記者会見があると認識をしておりますので、その中で総理の方からしっかりとした内閣の色を出していただく発言があるのではないかと考えております。はい、どうもありがとうございました。以上をもちまして定例の記者会見終了させていただきます。どうもありがとうございました。